写真週刊誌に出てたけん、売却あ売れたか売れないか悪いのかよ。いやいやいや悪くない悪くない、俺の持ち物どうしよう関係ないじゃん。そうなんですけど。でも売れたんだろ本当の話。そうそう、でもあのペガサスどうしたの。実際住む人がこれからって。あの玄関のペガサスどうしたの。あれ一生懸命俺めっちゃセンスよ。取ったの。俺デザインして、え持って帰ってきたの。持って帰れ持って帰れ、あのまま、あのまま、うん、あペガサスが2億ぐらいかじゃ。でも車の中入ってるらしいから見せてもらいましょう。あ現金が。現金が。いや小切手でも持ち歩いて、持ち歩いてないですよ。7億とかって話出てる、うん、銀行にね置いてるだけ。 7SSS 7LL、 まあ、まあリビングが多いっていうだけなんでね。多分あとトイレが5つと風呂が5つあったんで、もう気使ってこっち入って今日こっち入ってこっち使ってとかもだんだん面倒くさい。25年6年も住んでると嫌になってきた。すごいですよ朝のゴミ出しと8時か家の中で迷子になっちゃいますよ。迷子にならないよ。25年住んでて迷子になる人いないじゃん。よっぽど俺頭弱いみたいな。まあちょっと弱いけどさ。小沢さんとかも行かれたことあるんですか。ない。あないと思う。ない。近寄りません。近寄一緒に酒飲むとあんまり よろしくないから。うるせえからもうリキがもうさ。酒飲むと。お前がな。お前がな。俺はめっちゃ歌を歌ってるだけやん。ハヒホハヒホつって。マリーゴールド。ちょんちょんちょんって感じ。長いから。長いよ。全席50人100人呼んでたって話じゃないですか。そう、もう入れ替わると200人ぐらい来てた結局 C 時から C までって感じで入れ替わるから。あ、そう、酔っ払って帰るやつもいろいろあるじゃん。今それもできなくなっちゃう。いや、もうやりたくない。もうめんどくさいんだから。だからやってないんだから。あ、なるほど、そういうことなんですね、うん。